はいどうも、あやかとひろでキムチャンズです。どうもどうも、チャンネル登録よろしくね。最近まで髪の毛明るくしてたんですけど、うん、学校で怒られて髪の毛暗くしました。なそら嘘つくんやばいねんけど平気で嘘つくあかんで。平気で嘘つく人違うもん。学校行ってへんし暗くもしてへんし。紫にしたんですね。紫にしました、はい、そしたら見えへんね。でもちょっと暗めのトーンの紫になりすぎて実際はめっちゃ明るいんですけどちょっと分かりにくいね、うん、それでテンション下がってんの、うん、せっかく紫にしたのにブリーチ2回して伝わらへんやん紫しかもなんなら私紫着てしまってるから余計伝わらへん、うん、あー面白い。いきますか、うん、ということでですね、今回はですねリクエストです。お、リクエスト、じゃあリクエストにお答えします。おということなので初見ですね。あ、そう、新しい風を吹かせましょう。吹かせましょう、はい、ビュービューついてきてください ね, ね, ね普段私はボイストレーナーシンガーをやっております、あやかです。そして、夫婦でやってるので、まあ、妻ですね。そうですね、はい、夫ですね。夫ですね。夫さん何してるんですか。夫さんは音楽作ったりしてます。はい、ヒロさんですね。よろしくお願いします。根っからのアーティストですね。なんで笑ってちゃったのやばいな。アートが好きなの。そう、ね、良くも悪くもアーティストやね。そうですね。ちょっと面白いな今の。はい、で、いつもはね、大体決まった方々を応援していて、その頑張ってる人が好きっていうのが大前提にあって、頑張っていて誠実に頑張っておられる方を応援するチャンネルでもあるし、まあ、音楽が好きだから私たちが音楽を楽しむチャンネルでもあるんですけど、まあ、今回リクエストいただいたので The First Take より新しい学校のリーダーズ大人ブルーを見ていきます。え、よく分からへんな。名前そう、嘘でしょ。名前がまずよく分からへんな。へー、ただこのちょっと私ヒントだと思ってて、はい、初見ですよ、完全初見なんだけど、制服は着てんねんけど今時のなんかこう日本の制服って言ったらアイドルっぽくなるねんけど、彼女たちの場合古い感じやのよ、昭和のいわゆるセーラー服よね。そう、感じなの雰囲気が。それがヒントになってる気がする。彼女たちの見た目は昔の感じ服ですけど、うん、的なことよね。うん、これ絶対関係すると思う。で、新しい学校のリーダーズ見てほしいですっていうコメントがあったんですけど、まず新しい学校のリーダーズっていうこの名前がうんってなってんやん。グループ名で思ってへんからさ、私も。確かに、うんってなって The First Take 出ていらっしゃったので最近見ようかなと。へえ、知らんかった、まあ、事前知識ない方が初見っていうのは面白いものだと思うので、あえて何も調べずに見ます、今から。なるほど、全く調べないです。あ、概要欄は見ようかな。うんね、概要欄見ましょう。アジアから世界的スターを生み出し続けるレーベル、なんて読むんだろう、ごめんなさい、うん、エイトライジングとの契約を果たし、2021年に世界デビューやねんて。あ、そう、あ、そう、世界デビューした4人組ダンスボーカルユニットなんや。ほんで新しい学校のリーダーズが The First Take に初登場、披露する楽曲は SNS 上で首振りダンスとして話題を呼んでる大人ブルー。今回は自称青春日本代表を掲げる彼女たちが The First Take のためだけにメンバー全員で考案したオリジナルのダンス振り付けを交えながら、いつもとちょっと違うバージョンってことですね。おー、スペシャルバージョン。あ、世界デビューなんや。ちょっと逆輸入感あるね。じゃあ、なるほど。いやー、なんかもうスタンダードなんねやろな、そういう感じがね、逆輸入みたいなのが。じゃあいきますか。まあ期間ごとにはね、一回ね、そう早く言う前に聞かないと ね。大人ブルーっていう曲ですね。じゃあいきますよ。いきましょう。いきます、せーの、スタート。独特やね。ち
と音量上げていい？新しい。青春読んだよって書いてるよ。面白い。ぶっ飛んでるね、まずは。めちゃくちゃ滑舌いいよ。うん。低音がいい声やな。そうなるよな、この声、うん、似合うもん。顔、お顔に、お顔めっちゃ可愛らしいからギャップが。髪型すごい、うん、大人ぶる、ブル、なるほど、ね、なるほど。ここ残るな。ちょっと山本リンダさん思い出すねんけど。なるほど。カノン、リンちゃん、ミジュちゃん、鈴鹿さん、なるほど。せん。なるほど。なるほど。なるほどね。結構あっさり始まってあっさり終わっていくスタイルですね。なるほど。はい、見終わりました。見終わりました。このメインボーカルであろう鈴鹿さんの、うん、ビジュアルがちょっと A クラ奈々ちゃん味があってだいぶ可愛いなと思って。なるほど。知らんかな、うん、てなんとなくわかる、わかる、うん、なんかよう見たら喋り方がすごい、なんていうかな、ちょっと宝塚っぽいっていうか男性っぽい喋り方で始まったやんか、ちょっとこう、うん、中性的なこういう喋り方で始まったから、うん、かっこいい人やなと思ってよく見たらだいぶ可愛かったから、まずそこにちょっとなんというかギャップですね。だからボーカルはギャップが大事やから、ほんまに大事やなと思って今見てましたね。
なるほど。それはほんまに大事で、まあ普通にいい声だし、ほんでめちゃくちゃ、うん、多分歌うまい、歌唱力高いっていうので有名なんやろなっていうのはまず想像ついたかな。しかもこれ何歳か分からへんねんけど、この方がこの年代の方で、まあ何歳かほんま分からへんけど、まあ若いやん、私よりは若いよねきっと、もちろんこういう歌い方する人あんまおらへんやん、うん、私より年代が上だから、アラサーより上の方でこういう歌い方を聞いてきた世代の人いっぱいおるやん、昭和とか、うん、昭和歌謡曲とかね、山本リンダさん見ようほんまに感じたけど、だけどお母様の影響とかお父様の影響とかあるんかな、わからへんけど、ちょっと珍しいなと思って、なんかいろんな影響を感じたよ、でも、うん、確かに、うんうん、一見こう歌謡曲っぽい感じなんですけど、うんうん、歌い方とかはやっぱり今時というか、あ、なるほど、うんうん、一見歌謡曲なんですけど、リズムの取り方とか、そうなるほどなるほど、今時っていうかね、曲がそうやからね、うん、だから曲に合わせて歌ってんやろなってのは感じたね。そうですね、うんうん、これどう反応してんやろ、アッコさんがこういう昔今時の歌歌ったらこういう感じなのかな、あーなるほど、また違うやろうけど、うん、言いたことはわかる、でも、うんうん、なんかすごい新旧を感じるってことやな、うんうんうん、新旧だけじゃないし、ジャンルもちょっと入ってるし、いろいろ、うん、日本初感を出してんのかな、やっぱりこれは、うん、日本学校の制服ってまず日本感やん、ジャパニーズ感、そうですね、でこのまあ外国の方から見たら多分これ歌謡曲っぽい歌い方聞こえると思うんだけど、うん、それも多分狙ってると思うし、なんかいろいろジャパニーズ感を感じてんけど、うん、でもリズムとかはどう考えても今の時代の細かさが必要な、ダンスとか見ててもキレキレやし、新しいねんけど、うん、日本さを出すためにこうしたんかなって感じかな。なるほど。分からん。自分が感じたのは、うん、メロディーとか曲に関しては、うん、今時やの、すごい。アレンジが昔風やね、うん。ああ、なるほど。アレンジがね。そう。あ、はいはいはい、音とかも昔の音、はいはいはい、昔風な音。はいはいはい、でもメロディーとか曲は今時やねんな、細かいね、すごい。そう。そうやな。緻密やもんな。だからアレンジが歌謡曲アレンジやねんけど、なるほど、曲自体はもう最新な感じはするけど、はい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 、じゃあさ、日本の昔の音楽を知ってる人もまあ聞きやすいようになってるし、うん、逆に昔のことは知らんけど現代の曲いっぱい聞いてますっていう日本人とか、日本人だけに限らず世界の人が聞いた時に面白いと思うように、両方に引っかかるように作ってるっていうのはもう確実やな、やっぱ世界はね、日本の歌謡曲とかさ、シティポップとかすごく人気あるでしょ。そうね、流行る時あるもんね。好きな人多いやんか、やっぱ書いてるでしょ、うん、独特やもんね。そうこれはもう日本に行かない、はい、ね、音楽やと思ってるから、うん、そうそうやな、うん、それをうまいことこうミックスして、そうやなって感じかな。すごいな、それを考えるのが、考えるのはできても、それをこう最後この1曲、大人ブルーっていう曲のこの1曲にするときにすごいさ、間違っちゃうとさ、何がしたかったんやろうっていう、こういろんなジャンルを混ぜれば混ぜるほどまとめるのが難しくなるから、紙一重なんじゃない、だからそう、うん、勝負に出てるんやろうなって、そう伝わってくるよね。なんかもう絶対売れるっていうか、絶対に発信するっていう。ただね、このコンセプトはね、ありそうでなかったから、あー確かにないかもしれない。あ、変な失礼な話ですけど、うん、何歳でやろうか関係ないジャンルやと思うねんな、これはもう。あー、なるほど。そうそれってめっちゃいい話じゃん。彼女たちがさ、うん、何歳でやろうかどうでもいい話やの。なるほどね。そう確かに、まあ、可愛いっていうのは事実としてあるけど、うん、でもそんなことよりインパクトのが大事って感じなんかな、うんうん、これそれを思ったかな、まあ、どう考えてもみんな可愛いけど、それを売りにしなくても成り立つってことやんな、うんうん、なるほど。それ商売として大きいよね。だから、うん、可愛いを売りにしちゃうと、もうこれは皆さん周知の事実だと思うけど、可愛いだけを売りにしちゃうと短いじゃない。どうしても若くて可愛い子っていうジャンルになっちゃうからね。なっちゃう。そうでもそうじゃないってことが言いたいね。そう。ビジネス的にそこじゃない。そこはもちろん大事やけど、うん、第一ポイントはそこじゃないっていう。なるほど。じゃあビジネスの仕方としてはかなり上手なやり方なのね。な。
そこまで分かるのにやらへんねんな自分。やりたいんですよプロデューサー、ほんまにやりたいんですけど、なかなかねこればっかりは一人でできることじゃないから。無理、絶対無理、ね、一人じゃ無理、うん、これははっきり言うよ、大人数の大人が関わってるよ。そうじゃない、うん、これはクオリティとかも考えたら、自分的にはもうあの他のアーティストさんの名前出すの嫌なんですけど、アドさんとかもこう聞け稽古やと思うんだけど、あ、いろんな大人が関わって、そうそうそう、やっぱりいろんな方がこう関わって、才能ある人は世の中にたくさんいらっしゃるんですけど、それを形にするって結構難しくって、それをこう、形にじゃあ今度できたら、今度これ売り方戦略とか、まあ、マネジメントとかもそうですけどがまた難しくて、いろいろ段階があるやんか、才能がある人がいたとしてもね、そのチームがすごくいいなっていうふうには感じましたね。そう、なんて言ったらいいの、こういうのってブランディングっていうの、ブランディング、なんかそれがしっかりできてるなっていうのはもうブレがない感じするもんね、うんうん、私らでわかんねんからな、ブランディングのプロから見たらそうなんちゃうかな、ブランディングのプロがあのミュージシャンのブランディングを見てみたみたいな見てみたいもん、多分すごいやり方上手なんじゃないかなと思いますけど、まあ、それにだからさ、そのチーム力あるじゃない、このチーム力に負けない表現力とか技術とか、あとは安定性、彼女たちのこの、もう仕事を全うするっていうプロ意識がそもそもないと成り立たへんから、すっごいタフなんやろなとはちょっと思うけど、なるほど、再現性とか毎回こう、しかもさ、こういうコンセプトやったら毎回お客さんを驚かせなあかんと思うね、多分、毎回なんかちゃうこと考えてると思うねんか、じゃあこうしよう、こうやって楽しませようっていうのが伝わってくるから、まあ大変やろなとは思うけど、なんかこうインパクトは大事、実力とエンターテイメントを、はい、そのエンターテイナーとしてのなんかその実力を感じたというか、ね、歌手うまいねんけど、歌めっちゃうまいねんけど、歌手っていうよりはエンターテイナーに見えたな、私の表現者、なんかそっちの傾向の方が、人を楽しませるっていう傾向の方が強い、ね、そっちかな、でも意外とそういう人少ないよね、少ない、歌手っていう人は結構多いんですけど、エンターテイナーってなろうとするとやっぱもちろんお金も、さっきも言ったけどお金もかかるし、チーム力が必要になってくるから、ブランディングもやし、なんかすごいあれじゃない、今こう来てんねやろなっていうのがすごい伝わってきたよね、今すごい力注いでんねやろなっていうのが、そのさっき言ってた概要欄読んでた会社があれなのかな、すごく大きな有名な会社なのかな、ちょっと私知らなくてごめんなさい、私が知らんだけやと思うねんけど、すごい推してるなっていうのは伝わってきたけど、ちょっとこうなってくると気になるのが、彼女たちはそもそもはアイドルやったのか、普段何してんねやろ、普段普通ちゃうかな、何あ、でもそう思わせたから勝ちやんな、彼女たちの、どんな人なのなんて思ったってことあ、それ一番いい反応ちゃう、もうそれは洗脳されてるわ、でもそう思わせるパフォーマンスをしたんじゃない、なんかアイドルやったんかなとか、もともとダンスグループの練習生とかやったんかなとか、なんか想像させるのがすごい上手いなと思うけど、いや確かにさっきヒロ君が言ってたのをちょっと真似しちゃいますけど、真似して、 ありそうでなかったな、ないよね、ないない、なんか日本、これ分からんけど、分からんけどこれ完全に日本人だけで作ったって思われへんねんけど、あ、分かる、分かる、もしくは日本人やけどすごく外国で住んでたとか、外国の文化に長けてる人が入ってるんちゃうかなと思って、じゃないとこういう、でも完全日本人なのかな、全員韓国のなんか K-POP の売り出しに似てる気がする、売り出し方やり方ね、やり方が、なんか自分はそう感じたかな、日本で有名になる前に多分世界でっていう感じじゃない、おそらくそうやと思うけど、まあ全然知らんけどね、勝手なこと言えませんけど、めっちゃ適当に言ってるけど、自分はそう感じてたかな、個人的には。まあ、そうなっていくの、やっぱりそういうのが増えていくと思うし、これから、まあ、それはそうやな、そう、ね、やっぱ資本力とか影響力がある会社で立ち上げてやるっていうのが、それは理にかなってるからね、発信力と一番、でも今の時代一番大事な発信力ちゃうかな、はい、でそんなグループが The First Take は日本の会社ですから、はい、に出たっていうところが
反響を得てすごい再生数だったからね、すごい見てたら、うん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 、あったよね、いろいろこう反響がね。ちょっとまだコメント欄とか読んでないんですけど、あのネタバレして見たくなかったから、うんうんうん、あの概要欄しか見てないんですけど、個人的にはみゆちゃんやったっけ、うん、が好き。おお、どういうところが、なんか歌い方が、あーそうなんや、よかった、ちゃんと見てたかったの、ちゃんとちょっと全体見ててリズムのなんか取り方が好きやった。あ、それはごめん、わかる、うんうん、リズム感良かった、そしてね、うん、それはわかるわかる。じゃあそうね、あの私は言っていいですか、言って、あの全員ほんま良かったよ、可愛いします、うん、やのにちゃんとリズムとか取って歌ってるし、なんていうの、そのこれインパクト強いのってさ、インパクトが強すぎて実力が伴ってないことって結構多いねんけど、うんうんうん、そうじゃなかったのがすごい良くて、技術も あるしインパクトもちゃんと持ってたしっていうのは良かったんけど、個人的にはタイプはりんちゃんがかっこいいなと思って、見た目もやし髪型も好きやし、なんかこうりんとしてるやん、好きさやなと思った、うん、名前と関係なくあのりんとした女性に見えてかっこいいなと思いました。うん、かっこいい、はい、確かに、うん、かっこいいよね。ということで今回は The First Take に出演された新しい学校の大人ブルーを見させていただきました。はい、なんかだから新しいものを見た時にするリアクションやったんじゃないかなって思った、今日の自分たちのリアクションってみたいな。はい、ということで、もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いしま す, お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ねえ、酔うからやめて。